いやこんにちは、まあおだちんですか、まあ、そうかもしんないですよね感覚としてはで私、ね、あのインターネットが始まって人は大きく2つに分かれたのかなと思うんですよインターネットのおかげで自分の人生の時間が増えて収入が増える人これ我々ですよねで大多数の人がインターネットのおかげで時間が奪われてお金を奪われるというね まあ、奪われるっていう言い方がね、ちょっとどぎついんですけども、インターネットに自分の時間やお金を消費していくって感じですかね。うん、かこのバランスがあるんじゃないかなと思うんですよ、うん。この、まあ、インターネットっていう空間っていうのは私たちの、おまあ、時間軸に入ってきたわけなんですよね。で、いろんなものが便利になって、自分の受けたいサービスが受けれるようになった。自分の知りたい情報が取り出せるようになった。それは大きなメリットだと思いますけども、 でも多くの方はインターネットから取り入れた情報とかをね自分がとどめてしまうっていうんですかねあゲームするのもいいんですけどもあ楽しかった終わりみたいなねそれでも全然構わないんですけどもだけどもインターネットの力で自分の人生の時間を増やし自分の収入を増やす人はゲームをしても例えばそのゲームの実況をしてね人を楽しませる それこそ自分一人が1時間ゲーム実況したことによって1万人の人がその1時間をこう自分の発信によって楽しむとしたら1万時間をこう多くの人に消費していただいてそこから収益を得るという形を取るわけですよね1万人の方は1時間ずつ自分の人生をまあ切な的な喜びや瞬間的なんなんかね、まあ、ストレス解消に 消費することができて1時間ずつ人生をたった一人の配信者に提供するみたいな感じですかねで当然そこに広告ってのが入ってきます知らせるっていう第三者入ってくるわけですよねいやこの仕組みってのは結構えげつないなと思います今ねよろしくメカドックっていうね車のアニメをずっと見てるんですけどもやっぱこういう車のアニメを見てると うん、まあ視聴者は楽しいんですよね。うん、まあ30年ぐらい前のこれアニメじゃないですか。視聴者は楽しいんですよ。で、その時に中学生ぐらいのが中心に見てたと思いますけども、あれから30年経って当時見ていたアニメで見た車を今買うかもしれないですよね。ものすごく大きな消費を長い時間をかけて作り出していく。 でしかも当時のアニメーションも DVD 化されてね今でも見ることができるで今見ると刺激を受けてあかっこいい車買っちゃおうかなみたいになるみたいな、ね、コンテンツってすごいですよね情報発信っていうのは一回作るともう何度も何度も多くの視聴者を消費にいざなって経済を動かし続けますからね で結局はそのどちら側に行くかなんでしょうそこから富や時間を取り出す人と富や時間をそこに消費する人とね、うんまあ、会社って枠組みは何でしょうねその辺をすごく見えにくくするような気がしますね会社に入ってくるとやるのは仕事ではなくて作業になっちゃうんですよどんなに頑張っても 作業、うん、それは仕事と作業の大きな違い仕事っていうのは作業を作り出すことであり作業っていうのはもう本当にそこにある単なる義務であったりね、うん、いやなんかね仕事ってなんでしょうねいってらっしゃい